次は、ゲッティングアロングトゥギャザーという、はい、いい相性の人とゲッティングするってことですかね。はい、魅力を感じることは大切だが、はい、一緒に生活するのは別問題だと。はい、ほとんどの関係は、初めに調和の取れた時期、それはハネムーン期を経験しますと。はい、この期間は共有の理解が比較的簡単に得られるように思われる。多分それはお互いに初めだから、はい、自分のいいとこだけを見せようとして、はいはい、ちょっと自分をキュッて折り曲げて、そうだよねでやったりするんですかね。まあ、それと、まあ、初めは燃えてるからじゃないですか。燃えてるから何が違うんですか。気持ちが燃えてると、はい、何でも許せるみたいな。ああ、なるほど、はい、もちろん、個々の関係は一般化を拒みます。強調すべきはどんな気質の人同士であっても二人がうまくチューニング、はい、調整すれば、はい、結婚生活を成功させる方法を見つけられるということです。はい、しかし40年観察してきた結果、どの気質の組み合わせにも強みと弱みがあることが明らかだと。その強みと弱みはこの類似性と相補性に関わってくる、はい、思考や話し方の類似性、抽象的か具体的かっていうのがある程度関係の安定性に寄与してくるよと。 S っていうのは観察できるものについて、 N っていうものは想像できるものについて、コミュニケーションを取るとき、パートナーと同じ波長でメッセージを送受信しているように感じる、はい、なるほどね、はい、その違いがあるんですね。その違いが N と S って、はい、なんか S の人は、はい、てかまあ僕とかだと、はい、もう想像みたいなのはもう全部想像じゃんみたいな感じに思う、感じる、はい、ので、まあ、僕も想像はするけど、想像はそんな大したものじゃないみたいな感じだけど、相手はその想像を重視してる。そうですね。ので、そこを汲み取ってあげる必要がある。お互いに、みたいなところです。もう本当に見ている景色が違うんでしょうね。はい。見ている景色の味とかが。はい。SP、SJ の組み合わせ、NT、NF の組み合わせは、お互いメッセージの出どころや意図を理解しやすく、共通の絆と喜びに強みを感じる。しかし、あまりにも似ていると、SP 同士、NF 同士とか。はい。で、このあまりにも似ていると、共有する言葉の安定性がイライラするような予測可能性に、はい、または関係性における不健全な重複、あるいは競争にとって変わることがあると、はい、共有する言葉の安定性がイライラするような予測可能性ってどういうことですか。もう分かってるよじゃないですか。分かってるよ。もうそんなことは言わなくても分かってるよじゃないですか。それってひらめいたみたいな、はい、時に、はい行った時に、そんな当たり前じゃんみたいな、私も思ってるみたいなのが、ああ、それは返ってきてほしいフィードバックじゃないですね。じゃない、まあ S でもありますけどね、きっと。なるほど。はい。あとはまあこうですね、考え方の違い。はい。で競争になると、うん、無視できない問題であり、それが時間とともに大きくなる可能性もあると。うん。あ、これが弱みの部分ですね。はい。強みは出どころがわかる、言ってることわかるようだけど。はい、分かりすぎるとか。分かりすぎて、つまんないみたいな。あとは、この対立軸。はい。この軸が。はい。目指す方向は一緒でも。はいはい。軸がずれた場合の競争。うん、慣れ親しみは、軽蔑を生むことも忘れないでいないようにしようと。軽蔑でなくても、少なくとも退屈さや競争心を、これはもたらすでしょうと。一方、道具の使い方におけるカップルの互換性、協力と実利の組み合わせは、長期的な関係における満足度を高める傾向にあると。かっこ、ある程度までは。これは、二人のパートナーがお互いに、それは補完していると感じたり、資源を組み合わせたりするだけでなく、魅力的な神秘感とか、なんか、チャレンジしたいみたいな、この子、はい、うん、っていうのを生み出すよと。協力者と実利主義者の組み合わせは、協力者っていうのは SJ と NF ですね、保護者、理想家は、はい、うん、実利主義者、はい、SP、NT の独立性や起点を称賛する一方、この実利主義者たちは、はい、この協力者たちの対人関係への配慮や勤勉さを
大切にするかもしれないと、はい、お互いのその性格に惹かれ時間をかけて相手の育まれていない部分をお互いに伸ばそうとするかもしれない、はい、ちょっとこうしたらいいんじゃないって、うんうん、いや君こそさみたいな、はい、っていうのはいいですね、はい、バッと、はい、しかし目標達成のためのスタイルが正反対なので言語のフォーカスする場所とか似ている部分がその共通基盤がない、はいはい、ためこのパートナー同士がこの関係の中で異邦人のように感じると、はい、こいつ何考えてるか分かんないとはい、はい、この溝を埋めるっていうのは深刻で永続的な問題になる可能性があります。これが過度な類似性であろうと過度な違いであろうと、うん、解決できない問題であることを示唆しているわけじゃないよと。さっきの説明のように気質の組み合わせがどうあれ個々のカップルには関係を築く方法があります。しかし長期的な適合率という観点から見ると SP と SJ 職人と保護者理論家と理想家 NT と NF っていうこの組み合わせ要は SS 同士と NN 同士ですね、はい、組み合わせは似通ったメッセージ伝達スタイルと目標達成のための道具の使い方の違いに対する理解、はい、少なくとも、まあ、許容することが組み合わさることで結婚の成功の可能性が高くなるようだ、はい、本質的にこのような結婚生活の際結婚生活の際立った活力はメッセージを伝えるスタイルを共有しつつ目標達成のための道具の使い方の違いを認め許容し合うことから生まれてきますと、はい、いうところで、はい、皆さんはいかが許容することが大切って話ですよね。はい、はい、SP、NT の人はそれができていますか。多分どのタイプもできてないんじゃないですか、はい、待って今僕は人のせいにしようとしてました、ね、君たちはできているかってやろうとしましたね、はい、今これができてないって話ですね。まあ、結局、はい、こう人間関係をうまくいかせようと思ったら、はい、相手にフォーカスしなきゃいけないみたいな。隊長がいつも言うやつですね。観察せよと。まあ、観察せよとも違うのかなと。よく自分の考え方が正しいって、はいはい、多分みんな思ってるんだと思うんですよ。違うっていう人もいるでしょうけどね。でもそれこそがそうだろうなと思ってます。はい、はいはい、違うっていうのは表面的な言葉ですよ多分。うん、で本当に違うと思ってたら。それをやってるんだと思うんですよ。心の底から無意識的にこれが正しいって思ってることをみんなやってる、はい、から結局他のタイプの人の考え方を下に見るじゃないけど違うだろうってこうだろうってやりがちなんじゃないかな、はい、でそうするとそこで衝突が起きるみたいな違うだろうって言った瞬間相手は違う価値観で動いてるのでみたいなところなんじゃないですかね。だから相手の考えを許容するみたいななんかね僕、はい、難しいのは、はい、どうしてもこの思考することに自信がないので、はい、論理的な人と意見が食い違った時に、はい、もしか論理的な人が、はい、君それ違うよってなったら、はい、あもうじゃあそっちでいいよってヒュッてする自信がする傾向が僕にはあるんですね、はい、でそれは本当はこれって許容じゃないですよね。その、まあ、認めてるかどうかですよね。諦めてる感じです。なのでなんかF の人とか、はい、まあ、T の人でも、はい、NT の人とかでも、もうなんか感情のやつはみたいなことを言ったりするわけじゃないですか。それっても結局認めてないわけですよね。そうですね。はい。で、F の人はもうちょっと人のことを考えろよみたいなのって、まあ、相手のことを考えてないみたいな、許容してないっていうところなのかなって。それが相手人のことを考えるってことがやっぱり大切でしょって握ってる、掴んでるんじゃないかなっていう。論理的に動くことが大切でしょうって掴んでるみたいな、はい、はい。井上武彦さんは NF だと、はい、これ誤解を招きますかね招きます竹ちゃんは NF だが、はい、SP の彼女に、はい、仮にの話をしても、はい、そんなことは起こらないでしょって、はい、可能性の話をシャットアウトされるのがめんどくさいですと、はい、で多分 SP の人はどうぞそういう話をされるのがめんどくさいですよ。そういうことなんですかね。そういうことなんですよ。もう怒りもしない話をされてもめんどくせえと思うだけみたいな。怒ってから考えればいいじゃん、はい、怒ったことを楽しめばいいじゃん、怒らないことを考えてどうするのみたいな、多分そういうのを
出しちゃいけない。こういう彼女なんですね。出しちゃいけないんだと思うんですよ。はい。出してもいいのかな。分かってよですけどね。分かってよは。こういう話好きじゃんって。分かってよは多分お互いみたいな。お互い様ですよね、これは。分かってよっていう。はい。で、そこを分かることが大切なのかな。分かってるけど、ちょっと聞いてって言えば、じゃあ聞こうかって。あ、そうですね。こういう話つまらないかもしれないけど、ちょっと聞いてほしいって言えば、っていうレベルまで分かり合えると通じるのかもしれない。たけちゃん、頑張れ。二等兵さんに合わせてくれる奥さん素敵って。はい、僕も合わせてるからね、そんなの。それ自分でさっき言ったんですよね。すいません。摩擦が起きやすくても、それを醍醐味と感じるから、一概に全部ダメとはならないのかと。多分そうだと思う。まあだから衝突もあると思うけど、はい。そう、醍醐味みたいなのもあるみたいな。あ、すべてのこの違いにね、はい。はい。はい。N と S は物事の捉え方が違いすぎますねと。あ、ケゴリさん、S とは見てる景色が違うと。はい。まあさっきの、タケちゃんじゃないですけど、そうですよね。はいはい。こんなことあったらさ、って僕も好きなんですけど、はい、はい。何言ってんのですよね、多分ね。まあ、こんなことあったらさを考えても、あ、それを楽しむ時間だったらいい。みたいな楽しむタイムって言わないとダメですか、それは。はいはい。思考実験的なのであれば楽しめる、はい、なるほど、はい、確かになんかこいつ大丈夫かってなりますよね。そんなことばっか考えててさこいつってはい、はい、可能性のことしか考えてないけどって、はい、目の前のことに目を向けろよって、はい、パートナーが思ってるのもしょうがないなって思います、はい、友人でもパートナーでも相手のやり方を理解するのは大事だと思います。はい、まあ言うはやすしですよね、はいはい、理解できないって話ですもんね。全くできないって話です、はいはい、これがなんかこの自分がイライラしてない時、はいはいはい、であれば、はい、さっとできますけど、はいはい、なかなかね。でこう理解したつもりがずれてたりするわけじゃないですか。まあ、言葉の使い方が全く違うので、はいはい、あ、これはこうきっとこういうことだと思ったら全然違うみたいな。はい、あの、ね、本当言葉の、はい、意味問題は本当にあると思っていて、はいはい、こっちは何も悪いことを思っていない、はい、悪い感情を込めてない言葉を使っても、はい、やっぱりこの言葉って僕が使うときは、はい、別紙の意味が入ってるよみたいな、はい、のって全てにあると思っていて、はいはい、難しいですよね。相手を許すのが大事ですね、大切ですね。言うはやすしですよね。はい。基本的に許容は難しいですね。許容されたいと。多分、すべてのパートナー同士のパートナーの方は、はい、許容してるよって思ってるんでしょうけどね。僕もやってるつもりなんですよ、ちゃんと。はいはい。向こうがどう感じてるかはわからないです。そう、多分意識的な部分はみんなしてるんだと思うんですよ。無意識の部分ですよね。自然と許容してないみたいなのが。出てくるんじゃないかな。ないがしろにされてる気がするみたいな。例えば、おはようって入ってくるじゃないですか。はいはい、でこっちがなんかやってると、たまに僕は聞きながらも、はい、スルーするときがあるんです。はいはいはい、あ、おはようは、それを注意されて、おはようって言うようになったんですけど、はい、なんとかしてくれてありがとう。僕は食器洗いました。はい、食器洗ってくれてありがとう。言われたときに、はいはい、なんか、僕はそれを意識的に無視するときがある。意識的に無視というか、はい、まあ、別に返事返さなくていいよねって。っていう時に、うわ、無視された。まあ、そういう無意識レベルの話なんでしょうね、多分。部分が多分いっぱい出てくるんだとは思うんですけどね。向こうは大事にしていることを、はい、こっちが特にそれを大事だと思っていない場合、はい、多分積もってくるんでしょうね。はい、でもまあ、お互いそこを理解すればみたいなところはありますからね。相手も相手で、あ、今はそういう、別に悪気がないんだなって理解が及ぶかどうかみたいな。はい。